皆さんこんにちは。レックス人講師の根本です。えー、これより年明け6か月の学習計画、卓越ターゲット受講生用と題しまして、半年間どんな勉強をしていけばいいのかという話をしていこうと思います。えー、こちらの方、一応画面の方に出しますが、PDF データ等が画面の方のどこかから、えー、拾えるようになっています。もしよければ、プリントアウトをしてみてください。まずは1月から3月と4月から5月までについて説明します。月月から3月 学習目標としては、もう勉強すれば合格レベルまで行く。まあそれが継続できるかどうかは別として、勉強したところは合格レベルに行く。こういう状態にする。で、そのためには、理解中心の学習になります。一方、マイナー。読めばとりあえず過去問等は解けると。すぐ抜けるけどと。そして、記述。コンスタントに20。 い,ければいいなっていうレベルに持ち込むこれが目的に到達したいところです。そのために必要なこと全科目通じた学習それとは別に主要科目は別途1回回したいそして期質に関しては1週間に不動産1商業1は最低と期待そして 稲川等の確認も随時やっていきたいところです。ちょっと具体化していきましょう。1月から3月までは、コースの中に実力養成編が入っています。これは、科目ごと範囲指定のある等連です。まず、全体を通じた学習については、この等連に合わせて勉強していきましょう。具体的な質問した。 生戦闘に実力要請編、範囲が決まっています。それに合わせて、テキストの右の問題、これを最低1回はやりましょう。具体的には、民法1回目は、相続から物件の占有権までです。そこまでのところ、右のページの問題を最低1回、できれば2回、やっていきたいところです。そして、正当率が悪ければ、表もやっていきましょう。 問題左で怪しいもの理解が薄いところは右を解く右も見るとそしてもう一つ主要科目は別途集会をする具体的に言うと聖戦討論1から61回から6回は民法不動産投票ですその時には会社法商業投票をやっていく逆に7から12 会社法以降マイナーです。この分野については民法不動産を実力要請の準備とは別にやっていきましょう。でそのためにはページ数を決めて問題を解いておきます。あここまでの期間でやんなきゃいけない総ページ数が何ページでこれで1か月半だから1週間で何ページ。あそんだけ済まなきゃいけないなと。っていうふうに。 1> 1週間どれぐらい進めばいいのかということをどん割り出してやってってください一方今度下均一ですが均一に関してはこちら実力要請編毎回に均一が2問つきます一問一問ねでそれを絶対解くで,できれば前日にね前日に年内に解いた問題何でもいいです解いてほしいです 記述の学習はやはり一問解くっていうのは土曜日曜しかできません平日やるのはもったいないです土曜日に問題を解く一回解いた問題を解いてあっ気ってこうやるんだなっていうのを分かった上で日曜日に新作を解くとこんな感じですでは次は4月以降を見ていきましょう4月以降ですが こちら、主要科目安定した点が維持できるように勉強すれば5億台に行くだけなくそれを維持できる状態長期記憶にすることが目的です次マイナー科目マイナー科目は多くが一時記憶です。それを何とかできれば長期記憶に全部は無理ですよ何個がねもうできる限り多くを長期記憶にするこれが目標です 期日コンスタントに20点半ばは出せるようにする。また、はこれ来たら終わりなんだよ。人間死んが2回死んだら俺絶対やられる。とか、もう明らかに苦手分野を潰す。じゃあそのためには何をすべきかと。いうことですが、全科目、2ヶ月で1回回しましょう。 今までは3か月で1回だったのが2か月で1回。はい、でも本音を言えば1週間で1回まで最後持っていってほしい。はい、でまたマイナー科目の知識定着1週間問題数は増やすそしてひな形などを確認したり間違いノートを作ったりする。 でゃちょっと具体化していきましょう。4月以降は、生鮮等連ファイナル編と模試が行われます。全科目2ヶ月で1回の集会学習え。こちらですが、ファイナル編、奇数回、偶数回で分かれますで。奇数回は午前科目、偶数回は午後科目です。だから今週、例えばね、ファイナル編が1回目であれば、その週は午前科目メインの学習。 のの時は5科目メインの学習ししましょうでできれば1週間で軽く1周させてほしいんです。軽く1周ってどういうことこちらの本入れました。あの卓越タ,ターゲットの教材の左側の問題あるでしょ?「今週は過去問だけやっていこう」とか「今週はオリジナルだけやっていこう」 とか各単元一問はやろうとそういう形で一週間で全部はねやってほしいんですよもちろん一冊全部丸ごとやるっても無理だよそうじゃなくて雑でもいいんで全部範囲は見たってことにしてほしいんですえつまり何かって言うとあー問題見た審査請求か今週全く見てねえんだよなっていうかいつ触れたっけなこれを避けてほしいんです なんで雑でもいいのであの、ね、雑というかこういった形で、ね、全部じゃなくていいんでね過去問だけオリジナルだけ1問だけでもいいんで必ず1週間で全範囲を1回触れてほしいんです。次マイナー科目の知識定着やははりこれはもう時間をかかけるしかないんですよとは言っても主要科目メインの学習なのは当たり前です。 主要科目7マイナー3もしくは82ぐらいからスタートでしょうねでそれを最終的には64ぐらいにはしてほしいもちろん主要科目の点が高まってから比率を変えていってくださいねじゃあ一番下陳述の方です1週間に3から4は解くはいこちらの方ですが ファイナル編で2問そしてそれとは別に今までの素材のものを解くでできるだけ点が悪かったものを解いてくださいタイミングとしては土曜に解く日曜新作というスタンスは維持した方がいいと思いますこれが4月5月では次は6月以降です で6月以降についてはこれが一つの案だと思ってください正直言えばそのタイミングになってみないと何が抜けてるかなんてのは分かりませんだから今はざっくりこんな方向なのかなでも決めるのは5月半ばぐらいにしようそういう感じにしてくださいただ2つだけやってほしいことがあります一つは単純版記です 暗記ものはもうここでどんどん潰してくださいあともう一個過去問集を解いてください普段の演習は卓一ターゲットの教材で十分ですですが6月に入ったら合格ゾーンなり何なりの5足並んでいる過去問集を1回はやってください卓一ターゲットの問題を繰り返していれば確になる知識や 応用論点は十分マスターできますですが実際の本試験ではそこから外れる問題ってやっぱりあるんですよ。この中にはねもう絶対解けなくていいってものもあればうわこんなん出たことがあるんだといったものまであります。1回でも解いていてるとなんとななんく記憶に残ります特に角を作っていればね角を作っていれば5足あったうちそこからね角から外れる足なんてあって1足ぐらいですよ。 何問か解いたときに「ね、ほ、こんなのがあるんだ!」っていうのが1足2足見つかるぐらいです。特にこれ午前より午後午後の方でこういうのが出てきます。もちろん理想は午前午後両方ですがお時間がなければ最低午後だけでもいいのでこの作業をやってください。じゃあどれが年度の面相をけ問題を解けばいいのかとといったものについてはこちらの方に入れておきましたので。 ぜひこちらを参照してください。え三月末の方から、私がまあ通信講座で。予想講座というなってます。でこちらの講座では、卓越ターゲットの教材の抜粋を使っていきます。一部ちょっと改良しますけど。 どうしても3末までにどうにもならないと、もうまず出やすいところだけ潰そうと、もうそのようになってしまった場合は、この講座を検討してみてください。え今後のガイダンス、講義、えいろいろやる予定です。 生講義で行われるものとしては少なくともこの三つは決まっているもしくは大体やる予定になってますもちろん変わる予定可能性ありますけどねまず毎年3月下旬に直前期学習の心構え等をする説明するどうなる今年の本試験というのをやっています東京大阪で実施するというのが例年の傾向ですまた予想講座先ほどの資然予想論点総まとめ講座あ、すみません先ほどのね 内予想論点ローラー大作戦、ちょっとこれは長期版と思ってください。一方、回数が短い、そういったバージョンもやってます。例年、東京と大阪で生講義を実施します。また通信講座も行ってます。マル三本試験1週間前のアドバイス、こういうものもやっております例年これも東京と大阪でやってます。 また最後になりますが今後の私に対する、まあ、質問とか相談どんなふうにできるのかとまず一つ目講師質問制度こちらの方をえまだ実施しております大体1か月に1回えこちら質問についての、ね、回答動画を作って放映していますまた2来校での質問相談えこちらですが1月から3月は水曜日に渋谷駅前本校で講義をしています で大体講義はの17時ぐらいで、まあ、17時2 3 0分ぐらいから対応できると思います19時までいるかどうかは微妙ですが18時までは大体いますで4月以降は月水金で講義が行われます6月になるとねちょっと水曜日がいないんですがもし来航等できる方であればこのタイミングでぜひ交通なんに来てくださいただ申し訳ないんですがこのタイミングで渋谷駅前本校にお電話をするのはやめてください申し訳ない あのお電話当時の相談は丸三番。えこちら、あの講師別、相談日程というのを別途、え作りますので。直前期等になれば、できますので、そこで電話相談とかしてください。申し訳ないですが、この丸二に合わせて、柴駅前方向にお電話するのは、ご勘弁ください。また、丸四番。え十二月末や、三月、そして直前期は、大体二週間に一回程度。オンライン上での、まあ愚痴。 などが言える。え、そういった会を作ってます。根元の独り言というのをやっております。もしよければあのー、YouTube 等で検索してみてください。すると過去のものが結構出てます。するとの右の方にねコメント欄のところでな悩みとか相談とかを打ち込む。でそれに対して私がね答えていくということをやっています。えー、12月に1回、3月に1回、あとはちょっと不定期に行っていきますが、ぜひこちらの方も使ってみてください。こちらの動画の方は以上になります。 ではこっから半年頑張っていきましょう